俺、風と共に出現。お、ナイスチョイスかも。愛しているよ、ヤマト。うん、狙ってきたし、屋台を見たいから。スイッチを押せば動く。ここ両胸のスイッチを押して、もしくは股に一つスイッチがあるか。ここを押されたら私は暴走すると言わざるを得ない。あっ、ひどい。しゅ、まあいいや、上半身で目の保養できたし。どうしたの、追いかけてきて。代わりに私の脱ぎたてパンツをカゴに入れといた。フェチ的に攻めてみようかなと。わかった、じゃあ無理にでも取り戻して。すでに装備しているよ。どうぞ強引に取り戻して。ヤマトも私のパンツを履いていいのに。でもどちらかというとかぶってほしい。私をこうさせたのはヤマト。じゃあ脱ぐ。こいつの母親、インバイってやつだ。性病で死んじゃうらしいな。つまり死ぬ菌だ、こいつにもついてるぜ。インバイ、インバイ、インバイ。おめえ、シーナ菌が撃ってるぞ。危なかったな、俺様に感謝しろ。しかしガリガリだな、あいつ。お前に何か言いたそうだったぜ、色男。ちょいじめ、うちの学校はですね、いじめられバッジというものを配っているんですが、いじめられた生徒はこのバッジを胸のとこにつけてくれればいいんです。それを SOS と先生は認識することができますから。これでうちはなんといじめがゼロなんですよ。やいやい、そ
チをつけてみろ。ただじゃおかねえからな。わかったか。わかったよ。はい、返す。私の体見とれてた。熱烈な恋をしているからだよ。体も心に応えてくれた。ヤマトは私を助けてくれた絶対的な理由だよ。ヤマト以外の男は考えられない。ヤマトだけ、私にとってはヤマトだけなの。不思議。まだまだヤマトを好きになっていく。軽い愛なんてないよ。ほら、こんなにドキドキしている。気まぐれ中で、それは俺チーズ。まあそうね、強いて言うなら佐賀よね。私だってそうしたくはないけど、なぜか男が欲しくて欲しくて仕方ないのよ。歯止めが効かないのよ、男を見ると。だからこれは病気ね。私はかわいそうだわ、意図せずこんなになってしまって。結婚できて我慢我慢と思ったけどダメ、抑えきれない。どこかの亭主でもついつまみ食いをしてしまう。なんという陰梅だ。君がこんな女だったとは。それでも君が好きな私は。私も好きよ。でもあなた一人じゃ満足できなくなってしまった。だから私はこれからも浮気する。ふざけおって。あの、何よ。なんだ。喧嘩はやめて。聞いてあげないわ。なぜならあなたが嫌いだから。見た目私にそっくりだもん。戻れない若い頃を思い出して嫉妬の嵐だわ。いや、私もお前を愛せない。だが私も武士の末裔。お前に弓の技を伝えることはこれからも続ける。できればそれを糧に母親のような人生を送らないことを願う。あの、余計なことは話さないで。人形と思えば愛せるかも。なんという訳。
みんなで仲見世行くんですけど、どうですか？一緒に行きませんか？うん。ですか。言ったでしょ、マヨ。シーナッチは最低一人風間ファミリーのメンバーいなきゃ来ないって。つうか何、せっかくマヨが誘ってるのにあの態度。あたいらのこと嫌いなのかね。つうかシーナ、何考えてるかわからねえ。ちょ、ハグロ声大きい。んだよ、ファックな気分下がるな。気にしないでね、シーナッチ。じゃあね。邪魔するで、ソーロ。首相。シーナ、たまには部活に顔を出して、ソーロ。お前の腕を皆に伝えてほしく、ソーロ。明日します。明日は？考えておきます。待っているで、ソーロ。シーナ、今日も部活には行かないのか？小島先生、入部する条件で私は気が向いた時にだけ行くという約束を。ああ、だから強制はしない。頼んでいい。ふるいにかけられた1年生を見てほしいな。では、良き日を選んでいきます。すまん、頼む。やあ。新しいダウンロードクエストは配信されたじゃない？あれ予習しておこうと思ってさ。はい、ヤマト、コーヒーが入ったよ。屋上でぼーっとしてるみたい。ミヤコはあそこからの夕日が大好きだからね。ねえヤマト、僕はミヤコを見てると心配なんだ。だってミヤコはあまりにヤマト一途じゃないか。もしもヤマトが他に恋人を作ったらどうなる？まあそんな感じだよね、ミヤコは。ヤマトはミヤコと恋人になる気はあるのかい？僕それ聞き飽きたよ。とにかくミヤコはヤマトが好きなんだから思いに応えればいいじゃないか。だってヤマトに誰か好きな人いるならわかるよ。でもいないならミヤコの思いを受け取っても。まあまあクッキー、ヤマトは真剣にミヤコのことを考えているからこそだよ。話してたら敵にやられてた。僕のせいじゃないからな。クッキー、本当ミヤコをプッシュするね。それはそうだよ。僕を磨いてくれてるのはミヤコなんだぞ。君のおかげで基地が快適だっていつもゴシゴシやってくれるんだ。でも時々横顔が切なそうで、なんとかしてあげたい。そっか。
最高。落ちそうになってもなんとかできる自信はある。それよりも私は気分が落ちている。学校つまんないなって。私もクッキーと一緒にここ警備して暮らそうかな。ここなら楽しいもん。楽園だから。ヤマトに飼ってもらいたい。ワンワンにゃん。楽しないよ。毎朝毎晩濃厚に奉仕する。必要性を感じない。ライフスタイルに口を出すなら彼氏になればいい。あ、それなら。ち、必要ない。私には風間ファミリーがすべて。他に何もいらない。そう、ヤドカリなの。おお、糸瀬のところで釣り針にかかった。クリスティアーヌ・フリードリヒはどうかの？風間たちのグループに入って仲良くやっています。本人も良い子ですし問題ないでしょう。日本文化が好きなところも評価できるね。